メイク初心者向け、とりあえずこれを買っとけというコスメ。あなたには初心者向けと聞いて思い浮かぶコスメありますか？この動画ではガルちゃんミンたちのおすすめをまとめてご紹介します。ちゃんとしたブラシとスポンジ、パフ。ブラシはフェイスパウダー用、アイブロウ用、アイシャドウ用が大、中、小。チップあたりを揃えるとそこそこうまくできると思う。頑張ってね。これに尽きる。ツールが良ければテク不足はある程度カバーできる。間違っても付属のブラシやチップで何とかしようと思わないことです。道具大事だね。マックのブラシ一式揃えたら雑にバーッと塗っても最後必ず整うからメイク楽になった。ファンデのスポンジは粉質に合わせて作ってあるから付属スポンジの方がハマるパターン多い気がする。3000円くらいで買った6プラスのブラシ、コスメの付属のブラシでやるより綺麗に仕上がるよ。ブラシとかのメイク道具は持ってた方がいい。眉ブラシはフーミーのこれが描きやすい。あとデパコスじゃなくてもプチプラでいいのがあるからそれから買えばいい。セザンヌの眉毛ペンシル、とりあえずエクセルスキニーリッチシャドウ、ブラウンシャドウね。眉毛はセザンヌ超細芯アイブロウ、パウダーはセザンヌシルクカバーパウダーが好きです。最初はセザンヌ、キャンメイク、チフレあたりで自分が使いやすくて色味が合うものを買い漁って試行錯誤の繰り返し。安価であれば、合わないとなったらあまり罪悪感なく処分できますし、最終的には BB クリーム、フェイスパウダー、アイブロウペンシルとパウダー、アイシャドウ、アイライナー、マスカラ、リップで落ち着きました。最終的にそんな感じでチーク外したな。私の場合顔の色ムラがきついからコンシーラーとかでかなり補正しないとチーク使えない。友達からもらった韓国製のフェイスパック使ったら次の日顔の赤みが半端なかった。元から肌弱いんだけど使って後悔してる。チークはブラシで変わりますよね。ひとまずイエベブルベをしっかり確認、超大事。皆さんはどうやって自分のことブルベ、イエベって判断していますか？ネットに書いてあるチェックリストやってみたり、しっくりくる色から自分はブルベだと思っているんですが正解なのか不安です。私は昔の職場で資格持ってる人に見てもらった。でも個人的には自分に似合うものが分かっていればどっちか知る必要なくないと思ってる。自分はネット診断、実際に色をつけてみた。イエベ春かブルベ夏かのどっちかだと思ってそれぞれのプチプラ口紅を買って塗ってみたら、イエベ春の口紅だと老けて見えてブルベ夏の口紅が似合ってた。試しにイエベ秋とブルベ冬の口紅を塗ってみたらやっぱり老けて見えた。オレンジが似合うかどうかが目安の一つになると思うよ。ポイントメイクでも服でもブルベがオレンジをつけると顔までオレンジっぽくくすむ。ついでにオークルのファンデで赤黒くなりがち。パーソナルカラーと肌の色は関係ないと言うけど、オークルで綺麗になるブルベっているのだろうか。ブルベ木肌に合うファンデはベージュやオリーブだと思う。初心者さんはパーソナルカラーは気にしなくていいよ。最初は無難な色、人気色を使えばいい。メイク慣れしてからもっと似合う色を探せばいいんだから。ハイライトはデクラがいいよ。高いけどそれくらいの価値がある。仕上がりが美しくて結局これが一番。私もこれおすすめ。30代ならこれくらい質がいいものがいいんじゃないかなと個人的には思います。プチプラで1個あれば間違いないのはケイトのトーンディメンショナルパレットの中で色味が合うやつ。アイシャドウ、ハイライト、チーク、シェーディングが全部ワントーンでまとまるからバラバラに買い揃えるより間違いない。30代ならベースとリップはある程度お金かけた方がいいと思う。私自身30歳過ぎるとプチプラ使って肌が乾燥したりうまく塗れなかった経験あるから、別にデパコスほどお高いものでなくてよくて、マキアージュあたりの価格帯のコスメで十分綺麗にできるよ。ポイントメイクはプチプラから始めてもいいかな。マキアージュのリップはデパコスリップに全く負けてないと思った。発色が素晴らしい。何もわからない人にはマキアージュ、エスプリーク、コフレドール、プリマビスタのドラコス系の方が質もまあまあいいし色出しも無難で使いやすそう。セザンヌ、キャンメイク系のプチプラはこの色のこのアイテムが欲しいっていうピンポイントが分かってる人に向いてそうな気がする。いつも日焼け止めの後お粉をはたくだけで終わりだけど、
その行がいいやつがわからない。やっぱりエレガンス。行といえばエレガンスかミラコレしか知らないんですよね。ナーズのやつ調べてみたら完売みたい。30歳過ぎるとベースにお金をかけた方がいいと思います。土台となる肌の見え方でだいぶ印象が違うので、よく話題になるポルジョやエレガンスの下地は試してみてよかったです。あとナーズのリフコナもおすすめです。通常版のナーズのリフコナの方が好きな方も多く、人気のミニサイズセットもあった気がします。本当のミラコレは品質の向上がすごいと聞きました。迷いますね。その真っ白なパウダーです。確かに迷いますね。フェイスパウダーを迷っている方、無色かクリアを買えばどのファンデーションでも使えます。プレストパウダー固まっている、ブラシでつけたら綺麗につきます。ルースパウダーお粉、持ち運びが不便、プチプラならキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダー、アブルーム、エレガンスに似ている。プレストタイプ、チャコットクリアバレーや舞台をする人も使う。大容量でパフが大きくて使いやすい。ルースタイプ、デパコスならコスメデコルテ00番クリア付属のパフが優秀。光の反射でお肌をきれいに見せるタイプのルースタイプ。イヴ・サンローランオールアワーズセッティングパウダーユニバーサル、お高いけれどサラサラで崩れない。セミマットでお仕事向けのプレストタイプ。ジバンシープリズムリーブル一番パステルシフォン混ざると色味は無色、崩れにくく、マスク時代にも透明感が出るルースパウダー。とりあえずキャンメイクとセザンヌあたりで揃えてみたら、なんとなく使いやすいとか合わない色とかわかるだろうから、そこから広げていけばいいと思う。キャンメイク、セザンヌ、チフレは鉄板。基礎化粧、ファンデ下地、アイシャドウチークはチフレで支え、セザンヌで覆い、キャンメイクで飾る。セザンヌのチークは優秀すぎ、あの安さであの発色。初心者の頃眉メイクがずっと苦手だったんですが、ペンシルでやってたのをパウダーに変えたところ楽になったし、仕上がりも良くなったのでおすすめです。ブラウンのパウダーで形を取った上に眉マスカラで1日持ちます。キャンメイク、セザンヌ、ケイト、ビセのアイブロウパウダーを使ってきましたが、筆や粉質の面でケイトとビセがとても使いやすいです。眉の輪郭が思うように取りやすいので、キャンメイクやセザンヌはカラーバリエーション豊富で可愛いですが、メインで使うのはちょっと私の眉には難しいので、ケイトなどの上から重ねて雰囲気変えるのに使ってます。眉マスカラはデジャビのものが肌につくこともなく、べったりせず使いやすいです。眉毛は顔の印象を大きく左右するそうなので、初心者だからまずはとにかく安いものでいいかなと考えずに、口コミなどを見て使いやすそうなものを選ぶのがいいと思います。フェイスパウダー何使ってますか？エトボスのミネラル UV ベールです。セラミド入りで肌に優しいのと、違和感なく綺麗に仕上がるので気に入ってます。ありがとうございます。店頭で見てみます。好きな服装と肌の色が似てる人のを参考にしたらいいと思うよ。ギャルになりたいのに女子アナメイクは寂しいし、女子アナみたいな服装してギャルみたいなのもおかしいし、自分の系統とか何を目指すかで全然変わると思うよ。ピンクの口紅は色白の人向け、色黒寄りの人は濃い赤や茶色っぽい口紅の方が合うと思う。アイメイクもそれに近い色で、プロのパーソナルカラーに頼るのもありだと思います。でも基本は自分の好きな色つけてテンション上がる色が一番。まずはプチプラのものから試してみて、どんどん自分に合うコスメを見つけていくのもいいですね。あなたが思う初心者にもおすすめのコスメがあれば、ぜひコメントで教えてください。私もコメントを参考にさせていただきます。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。